はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルマツダ RX-7 RE 雨宮仕様を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルマツダ RX-7 RE 雨宮仕様です。基本的なボディカラーはホワイトのソリッドだね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。フロントスポイラーの部分がブラックで塗装されててなかなか迫力があるね。ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。でウインカーの部分とかはこの辺りは塗装になってるね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。ボンネットの部分にはブラックで塗装がされててエアフローの部分とかもしっかり作られてるね。ボンネットピンのところもしっかり塗装がシルバーでされてます。でこのまま上を見ていくと窓枠のブラックのモールの部分も塗装されてるね。で助手席側を見ていくとこんな感じだね。やっぱりこの RX-7 特有のこのボディラインはすごくかっこいいね。ホイールの部分も5本スポークのシルバーのタイプになってます。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。 RX-7 とアンフィニ RX-7 ってプリントがされててエンブレムもしっかりプリントされてるね。テールランプの部分はブラックの塗装の上にレッドの塗装になってます。マフラーもシルバーで塗装されてていい感じだね。で運転席側を見ていくとこんな感じだね。基本的に助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとリアウィングの部分は樹脂パーツだね。かっこいいリアウィングになってるね。で上の方を見ていくとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。1番目につくのがこのバケットシートのブルーだね。シフトノブのあたりもしっかり作られてるね。運転席側から見るとこんな感じになってます。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でそれ以外のアクションは特にドアの開閉ギミックとかはないね。後ろの方を見ていくとマツダ RX-7 FD3S の2014年の車種になってます。こうやって見てみるとノーマルの RX-7 もかっこいいけどやっぱり RE 雨宮仕様になるとよりスポーティー感があっていいね。内装のバケットシートもブルーで爽やかな感じでかっこいいです。箱の方は正面のパッケージに RX-7 のイラストはね。でこの部分にタカラトミーモールオリジナルがプリントされてます。で側面の方を見ていくとこんな感じだね。で後ろの方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルマツダ RX-7 RE 雨宮仕様を紹介しました。でやっぱりトミカプレミアムっていうだけあってヘッドライトの部分とかタイヤのホイールの部分もしっかり作られててかっこいいね。で確か RX-7 のこのモデルはラインナップの商品でブルーのボディカラーで確か発売されてたね。その時は内装の色も違ったんじゃないかな。ラインナップのブルーのボディカラーは廃盤になってるのでこのモデルもいつ廃盤になるかわからないね。かっこいいモデルなので販売が続いてほしいね。でこのモデルはタカラトミーモールオリジナルになるのでタカラトミーモールかトミカショップで購入することができます。でタカラトミーモールでは結構品切れになったり在庫が復活したりを繰り返しているので気になる方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。